もっさくんです今回はこちらのグレードアップシールを貼り付けていきたいと思います旧型客車用のグレードアップシール1になっておりますえっ、ー、とこちらもほぼほぼ店頭では見ないと思うんですけども結構前にあの残り1個であの店頭に残ってたところを えー、購入いたしまして、何に使おうかね、ちょっといろいろ悩んでた末に、結局、半年ぐらい、あの、自宅で眠らすことになってしまいまして、ようやくこれ開封して、えー、ちょっと皆さんに、あの、どんな行き先があるのかっていうのをご紹介しながら、えー、側面にサブを貼っていくという作業。これがメインとなります。 で、裏面なんですけども、裏面の説明は、本製品には、オハ61系、スハ43系、オハ35系が活躍した路線の内容が含まれていますと。で、好みの列車編成の再現をお楽しみいただけますということです。僕が一番わかっているので、あの、半和線の早玉号とか、 で晩年で言ったら、えー、山陰本線ですかね。この辺ですね。あの京都口ですね。京都、福知山、えー、豊岡、東舞鶴から福知山。こっちのね、敦賀行きとか、西舞鶴行きとか、小浜線関連ですかね、これは。大阪行き。大阪行きはもう本当に福知山線にありますね。 めちゃくちゃ、こんだけバリエーションがあったら、旧客いっぱい集めたくなりますね。あの、関西圏だけの編成作ったりとか、あとはもう、九州だけの編成にしたりとか、で、あと、引っ張る窯とかも、あの、いろいろ変えたりとかして、えー、いろいろ楽しめるかなと思いますので、えー、やっていきたいなと思います。両端ガスハフ40に、 で、これが未更新のお葉47で。その隣がお葉47ですが、えー、ドアの形が違います。もしかしたら乾燥者なのかもしれません。で、その隣もお葉47で、えー、ドアが更新済み。で、もう一個隣。 これがオハ46これでもう切り出しは完了しているのでもうこのまま貼ることは可能ですえっとシャバの下ですあシャバの上シャバの上ですここになんか引っ掛けるようなこういうねフックみたいなのがあるんですけどこれがあの実写ではあのサボ掛けっていう部分ですねこれになるのでこういうふうに貼っていきます 豊岡行きですね。ああ、かっこいい。もう急に変わった。いいですね。吸客はやっぱサボがないと、あの、引き立てないですね。すごいな。一気に変わるな。名もないより、全然いいですね、これ。こっちもね、貼りましょう。こういう感じでサボだけ。 あの差し込むという形ですそしたら残りの5両もやっていきますこれで全ての車両にサボを貼り付け完了しましためちゃくちゃかっこよいいのなるなこれあのシャバンだけじゃやっぱりね吸脚って引き立てれないんですねこの魅力がね僕もいまいちねここは分かってなかったみたいですこれだけでめちゃくちゃあの山陰地方へ走ってる 客車を思い出せるような感じで、側面が引き立てられましたね。いやー、本当にこれ、わからんかったな、今まで。貼ってみないとわかんないもんですね。いいなぁ。この客車で、あの、いろいろ汎用性を持たせようとか思ってたんですけど、やっぱりこの、各、各方面、各車両をね、いろんなサブを貼り付けないとね、面白くないですね、これは。 いや、すごいな。これ、ほんと感動ですよ。こんなシール一枚で、この客車を引き立てれるなんて、もう気づけませんでした。拡大してみると、こうです。ちょっと貼り付け、若干これ下手なやつですけど。スハブ42の、このシャバンの上に、えー、豊川カユを貼っております。 というわけで、今回は、加藤の旧型客車用グレードアップシールを、この旧型客車に貼り付けてみたら、めちゃくちゃかっこよくなりましたという動画でした。画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価、グッドボタン、Twitter、ブログ、インスタグラムフォローもお願いいたします。